棒が棒が棒が痛い痛い痛い無理無理無理痛い。いやあ、足一本だけ。これ石食ってくださいよ、ほんなら食えるもんやったら。2対2。あー、2対2。あー、気持ちいい。次は昆虫食とかを専門に取り扱うバズファームさんがご提供してくれたタランチュラです。うわタランチュラか。ナダルさんが虫を食うって言ったら喜んで、せやん。はい、いただきました。ご提供いただきました。ナダルさんが虫を食うって言ったら喜んでて買ってみる。うわー、これはちょっと生々しいな。うわー、絶対無理。俺これはあかん。これっすよ。これはちょっと、そうです。毛の感じやばっ。これはあかんって。うわー、うわー、よーい、スタート。いただきます。俺触んのもちょっと無理。うわ、無理無理無理。もうちょっと美味しい塩味つけてこれや。うぅ、気持ち悪い。俺無理や、ごめん。タランチュラちょっとふわらかい。じゃ無理や俺。俺毛の感じ無理やん。俺も毛きつい。虫とか甲殻類はいけるけど。うそや。食ってみるんじゃ、マジで。ちょっと腕触りたくない。触りたくない。腹たぶんめっちゃまずい。いやうわぁ、やらかい。やらかない。ちょっといや、ちょっと食ってみまで大丈夫やから。いや食ってみ。味一本だけ。マジさっきの方が余裕でまずいから。味せへんから、ほんまに。食ってみする。味さっきの方が味濃いから全然味せへん。いいか。苦いやん。おかしなってんじゃん、ベロ。うん、多分おかしなってます。めっちゃ苦いやん。気持ち悪い、気持ち悪い。俺もうちょっと何が何だか分からへん。狂ってきたんじゃん。うん、でも辛いのと、さっきのあれだっけ。サソリ。サソリで。サソリのがめっちゃ味してたよ。ごめん。すいません、ちょっとこれは気持ち悪すぎます。これだけ食べなさい。もうやって食べてるのよ。じゃあ、はい、食べてるの。西野、食べ物そばでそんなしてあかん。無理無理無理。それだけ食べなさい、これ。とかだこうしてるのか。うわ、苦い。めっちゃ苦いね。走る。でも腹食って欲しかったけどな、絵的にな。はい、頑張ってかじってみたら。無理やって、こんな触りたくもない。頑張ってか、そんなこと食べ物ですな。かじってみて。マジでマジでもマジで無理。かじってみなさい。雲は無理。もうたく口に放り込んでみて。頑張ってみて。あかんわ。焦げろ出た。タランチュラも僕の勝利です。3対2。次はアマゾンで面白いものやってたんで、はい、こちらです。何それ。こちら食用粘土となっております。手が、持ってきた手がもうめっちゃ汚れてるやん。では、食用粘土お願いいたします。はい、いただきます。硬なあかんか。硬いな。無理やん、いいし。なにこれ。タランチュラの割れた角がいっぱいついてる。チョークみたい。まず
家の壁くっつるかって。まっついな。まずい。きついなこれ。うわ気持ち悪い。あかん。あ、おいおいおい。いやでも多分これほんままずい。まあ確かに固まっていくね。ベロが。あ、これは無理かもしれん。じゃあ途中水ありにします。水ありだったらいけます。ちょっと結構きつそうなので水ありにします。だから口の中ください。あ、水大丈夫ですか。飲んでいただいて。俺これギブかも。宣言していただければ大丈夫です。以上増えるこれ。あ、全然全然やめられて全然。正直ちょっとなんかさ、羽生えたさ石像、なんか腕とか顔とか全部取れた石像あるよ。あの有名な海外の。はいはいはい。あれ食べてる感じ。例えばめっちゃきつくなってきてるやん。ごめんなさい。これはちょっと人体に影響が。ちょっと頭一かけ飲みます。すごい。すげえ。気持ち悪い今の。ということで、どう結果どうですか。ちょっとちゃんと喋ってもらっていいですか最後。じゃあどんどん頑張ってるか。締めの締めのコメントを言ってもらっていいですか。どういうことで。おしまい。もうおしまいです。終わり。どっちの勝ち。2対2でドローです。いや俺勝ったやろ。そっか。3対2か。3対2で俺勝ったやろ。あ、タランチュラ食ったんでしょ。全部食べたから。あ、そうですか、ごめんなさい。そこ間違うだけやってくれ。これどうボルデモートみたいな声出てる。3対2でナダルさんの勝ちです。はい、本当にちょっとこれはきついです。すいません、本当に僕らの勇気がなかっただけです。これはごめんなさい。でもこれ石食ってくださいよ。ほんなら食えるもんやったら、食えるもんやったら石こんだけの量半分くらい食べましたかも。